こんにちは、岡本あずさです。幼稚園の園長教室で3歳からバレエを始めました。9歳からバレエコンクールに出場し、11歳で初めて賞をいただきました。この頃からもっと上手になりたい、もっと頑張ろうと思い始め、たくさんのコンクールに出場しました。13歳の時に出場した神戸全国洋舞コンクールで1位をいただきました。将来はバレエダンサーになりたい、世界で通用するようなダンサーになりたいと思いました。高校1年生の時にアドミッション留学センターの紹介でビクトリアアカデミーオブバレエの日本オーディションに参加しました。来日されたブライデン先生が、私が気にしていた肩の問題も直してあげるからと言っていただきました。オーディションの結果、フルスカラシップをいただき、カナダにバレエ留学することを決めました。英語も全然話せないまま出発しました。カナダでは高校は義務教育のため、午前中はカナダの高校へ登校し、午後からはバレエ学校へ通う生活でした。留学中はホームステイをしました。ホストファミリーはとても親切で、楽しい留学生活を送ることができました。バレエ学校ではバレエ、ポワント、コンテンポラリー、モダンのほか、ジャズ、バリエーション、パートナリングなどのクラスを受けました。先生方はフレンドリーで話しやすく、いろいろなことに相談に乗っていただきました。年に一度のチェケッティの試験では、踊りのほかに質疑応答などがあり、必死に勉強し優秀賞をいただきました。2年目からはブリッジプログラムと呼ばれる研修生プログラムに入り、朝からバレエ学校へ行き、解剖学や栄養学、バレエの歴史、振り付けなども学びました。留学中、ユースアメリカグランプリやカナダのコンクールにも出場しました。ユースアメリカグランプリでは2年連続でクラシックバレエ部門、コンテンポラリー部門でトップ12位に入賞し、アンサンブル部門では1位をいただき、ニューヨークファイナルに出場することもできました。ビクトリアアカデミーオブバレエではたくさんの舞台経験に加え、バレエ団のオーディションのために履歴書の書き方、オーディションビデオの撮り方などを詳しく教えていただきました。バレエ団のオーディションに応募する際は、英語のメールを添削してもらったり、いろいろなアドバイスをいただきました。ビクトリアアカデミーオブバレエ卒業後、たくさんのオーディションを受け、アメリカのロキシーバレエ団に入団が決まった時も、就労ビザ取得に際してお世話になりました。現在、ユタメトロポリタンバレエ団、西岡福谷バレエ団に在籍しています。先日、初めての主役、白雪姫を踊らせていただきました。2021年の夏は、ボストン、ロードアイランド州にある6校のバレエスクールでゲスト講師をさせていただけることになりました。これからももっと頑張り、世界を飛び回るダンサーを目指したいと思います。現在の私があるのは、ビクトリアアカデミーオブバレエのお